ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、聞いて。ずっと不仲説が囁かれていた人気 YouTuber グループが、ついに仲違いして数人ずつに分裂してしまったの。ファンも仲が良かった時代のグループが好きだったから、おろおろしているし。これからはどっちについていけばいいのか、迷っているのよね。ずっと応援してきたファンからすると、複雑な心境だよな。だが、様々な理由で分裂してしまった YouTuber は、意外と多いんだぜ。というわけで今回は、分裂した YouTuber についてじっくり解説する。それでは、ゆっくりしていってね。まず一組目は、ディープウェブアンダーグラウンドさんだ。この方はバーチャル YouTuber として活動しており、2024年7月の時点で、チャンネル登録者数はおよそ10万人いるぞ。彼女は、ダークウェブからやってきたと自称しているのだが、初投稿の動画でいきなり過激な発言をして、注目を集めた人物なんだぜ。過激な発言。まさかセクシーなことじゃ。それがセクシーさは1ミリもない話だぞ。ディープウェブアンダーグラウンドさんがデビューした時、世間では星野ロミ氏が作った違法サイト、漫画村が社会問題となっていた。それに対して彼女は、漫画村を燃やしますと宣言し、なんと、その翌日に漫画村がアクセス不能となったため、多くの人から、本当にディープウェブからやってきた死者なのではないか、と囁かれるまでになったんだよ。ディープウェブアンダーグラウンドさんが、どこまで権力のある人かはわからないけれど、宣戦布告した翌日っていうところに、恐怖を感じるわね。こんな感じで、世の中の闇をバンバン暴いてほしいわ。他にはどんな動画を投稿しているの？なかなか興味深いものが多くて、漫画村の閉鎖に携わったというホワイトハッカーとの対談や、イスラム国と呼ばれる過激派組織に入ることを試みた、北海道の大学に通う男性との対談があるぞ。すごい。どうやったらそういう人たちと知り合って、対談に繋がるのかしら？他にもディープウェブアンダーグラウンドさん公認のコスプレセクシービデオも販売されており、他のバーチャル YouTuber とは、一味違う世界線で活動しているんだぜ。確かに、他のバーチャル YouTuber だったら NG になりそうなネタばっかりだわ。ディープウェブアンダーグラウンドさんにしか、できないことをしているように見えるけれど、一体誰と分裂してしまったの？セバスチャンと呼ばれる複数いる運営スタッフと揉めたんだよ。時は2020年、ディープウェブアンダーグラウンドさんは、ゲームやアニメなど多彩なサービスを提供する、DMM から企業案件を受けたのだが、その時のセバスチャンたちの対応があまりにもずさんだったらしく、配信でスタッフたちに対する不満を、盛大にぶちまける場面もあったんだぜ。配信でそこまで怒るって、よっぽどひどい対応だったんでしょうね。ディープウェブアンダーグラウンドさんが、仕事を舐めてるの？社会を舐めてるの？とスタッフたちに聞いた時には、こっちは遊びでやってるんだよ、とヘラヘラ笑いながら言われたんだ。これに彼女は、私は仕事でやってんだよ、と声を荒げるほどだったんだぜ。企業案件を受けているっていうのに、セバスチャン側に誠意がなさすぎでしょ。これじゃあディープウェブアンダーグラウンドさんも大変じゃない。最後に彼女はセバスチャンの代表である、セバス長という人と対談したのだが、深くなりすぎた溝はちっとも埋まることなく、彼女は運営と決別することにした。ほんのわずかだけ残っていたセバスチャンへの情が、今回の放送できれいさっぱり消え失せました。さようならセバスチャン、今までありがとう、と SNS に投稿し、YouTube チャンネルの運営権利も彼女に渡った。運営スタッフは一人だけ残ったようで、現在も配信を続けているぞ。運営とは決別することになってしまったのかもしれないけど、彼女が決めた道ならそれを応援したいわね。確かに、やる気のない運営スタッフと一緒にいたってそれ以上の成長はできないし、ディープウェブアンダーグラウンドさんがこれからも大活躍できるよう、祈るばかりだな。二組目は、スカイピースだ。スカイピースは現時点でチャンネル登録者数、453万人という驚異的な数字を誇っているのだが、動画編集などを行っているスタッフ9名のうち、6名が脱退することになり、ネットが騒然となったんだよ。いきなり6人も？スタッフが残り3人になって、やっていけるわけ？スカイピースのファンもそこを心配しているのだが、メンバーのイニさんはスタッフの脱退について、みんなをうまくまとめられませんでした。それぞれやりたいことがあったりだとか、きっとプライベートもあったりだとかっていうので、
いろんな環境が重なって、と動画で説明し、デオさんは、この件に関しては、前向きにプラスに皆様には捉えていただきたいので、憶測だとか誹謗中傷だとかは、お互いにやめていただけるとありがたいですと語った。だが、これに反論したのが、元スタッフのリナミさんだ。ごくり。リナミさんは多くのスタッフが突然脱退した経緯について、残業代の未払いが発覚したにもかかわらず、向こうが素直にその支払いに応じなかった。その中でスカイピースの二人から、心ない発言がされることもありました。と語り、脱退から8ヶ月が経ってから告発したことについては、弁護士を通して確認を行うという約束が破られたため、このような投稿をしております。と SNS に綴ったんだ。いや、スカイピース闇が深すぎでしょ。動画の中では不穏な空気をかき消していたのかもな。ファンからは、リナミさんも残業代が未払いだったのかと質問されたのだが、そのことについてリナミさんは、未払いだったと答えている。これを受けて、ファンたちはスカイピースに不信感を抱くようになったというわけだ。私も、スカイピースのファンだから、イニさんとテオさんにちゃんと説明してほしいわ。チーム全員の意見をまとめることができなかった、と明かしている二人だが、それだけではファンも脱退した元スタッフも、納得しないだろう。一部では、最近、スカイピースの動画の再生数はガクッと下がっているので、それで大勢のスタッフを抱えていればお金はなくなるよね、と指摘されている。かつては1000万回以上再生された動画もあったスカイピースだが、直近を見てみると、100万回を下回る動画の方が多いんだ。人気を持続することが難しい世界なので、仕方がないことかもしれないが、実は7月16日にとんでもない事実が判明しているんだぜ。え、どんなこと？ジュキヤさんがスカイチームを辞めた、セナさんと撮った動画を公開したのだが、それを見る限りスカイピースの二人が、被害者に思えるシーンもあるんだ。それはぜひ聞きたいから、教えてちょうだい。この動画は月額料金を支払わないと視聴できないものであり、なおかつ元スタッフ一人の話なので、その点を踏まえて聞いてほしいんだぜ。はい。まず、テオさんの財布から4万円がなくなり、スカイピースの動画を編集する部屋の金庫から、130万円もなくなったという。は？さらに、勝手に犬を飼い出したり、勝手に休憩時間を長く取ったり、コラボ動画の撮影に4回も遅刻してきたり、スカイピースの撮影部屋に、家賃や光熱費を支払わず3年間住んでいたスタッフがいたり、挙句の果てには、辞める時に会社から支給されたパソコンを、古いものにすり替えて返却した、不届き者のスタッフまでいたんだぜ。かなりヤバくない？社会人としても常識がないし、お金のことなんて警察沙汰になったりしたら、それこそもっといろいろなことが、白日のもとにさらされるかもしれないわよね。スカイピースとスタッフたちの間で、どんな話し合いをしたのかはわからないし、事実は私たちが知るよりも、もっと残酷かもしれない。どうか、すべての真実が判明して、誤解があるなら解けるといいよな。3組目は、イケメン神様プーさんだ。イカプーさんは、ライブ配信の王という異名を持つコレコレさんの動画に多数出演し、動画の視聴者たちからは、コレコレさんの良き仲間という目で見られていたぞ。コレコレさんはあまり人とつるまずに、一人で黙々と配信をするってイメージがあったけど、何がきっかけで仲良くなったの？プーさんはもともと、コレコレさんの配信の視聴者の一人だったのだが、オフ会に参加したことで、連絡を取るようになったんだ。一時期はコレコレさんの実写企画の、ほとんどに出演していたプーさんのことを、コレコレさんは話も合いますし、面白い人なんで一緒に動画を作っていますとか、これが友達なのかなと思えるほど、プライベートでも会っていると語っていたのだが、2019年11月の生配信中に起こったトラブルが原因で、絶縁状態になってしまうんだ。ドキドキ。その日、コレコレさんは何気なく、プーさんはコレコレのリスナーと関係を持っていると発言したのだが、それを聞いていたプーさんは、そんな言われ方をするなら動画出演をやめたい、と SNS に書き込んだんだ。あ、ちなみに関係を持っているのは事実のようだぞ。事実だったんかーい。コレコレさんも引くに引けなくなったのか。そんなことで切れるぐらいだったら僕ももういいですと言い返し。それ以降、二人はしばらくの間絶縁状態となってしまう。え？あんなにたくさん共演して、視聴者からの反応も良かったのに、こんな簡単に絶縁していいの？
私はこれこれさんの生配信にプーさんが登場するのをよく見ていたが、おふざけのみならず、時にはラーラー騒ぐ突者を正論で諭す場面もあり、面白い人だと思っていた。だが、たとえ事実でも全世界に向けて発信されたくないこともあるだろうし、これこれさんも軽率だったことは否めない。でも、これこれさんは心のどこかでプーさんと仲直りしたかったんだよ。そうよね。だって、プライベートでも会うような人だったんだもの。騒動のおよそ3ヶ月後に開催された、これフェスというイベントでも、これこれさんは、本当はプーさんと二人でやりたかったと明かしている。しかし、プーさんは仲直りすることを拒否していたそうだ。難しい問題ね。でもな、揉めてからおよそ3年後に、二人は和解しているんだよ。プーさんは、また何かあったら誘ってくださいとこれこれさんに言い、これこれさんも、マジですか、僕は普通に誘いますよと嬉しそうだった。そして、本当にプーさんは、これこれさんの配信に登場するようになったので、二人の掛け合いのファンの人には、たまらないだろうな。どうか、これからも末永く仲良くしてほしいわ。四組目は、絆愛さんだ。数多くいるバーチャル YouTuber の中でも、絆愛さんは知名度が高く、チャンネル登録者数は、300万人を超えているんだぜ。不動の人気を築き上げたのね。そんな絆愛さんなのだが、実は4人に分裂しているんだ。は？絆愛は初期より活動する、一人目の絆愛さんの他に、2019年6月8日に二人目が誕生し、彼女はラブちゃんという愛称だ。三人目は同年6月15日に誕生し、愛称は IP だ。四人目は同年6月30日に誕生し、愛称はアイガーだ。アイガーは中国語をインストールしており、主に中国の動画最新サービスで活動しているぞ。揉めたとかじゃなくて、本当に分裂した珍しいパターンね。そうだな。でも、それぞれの絆愛さんの声優が違ったり、アイガーの声優を務めている女性の裏垢が発覚したりと、炎上騒ぎを起こしている。受け入れている人もいれば、運営側の戦略ミスという声もあるので、それらを跳ねのけて頑張ってほしいな。霊夢、今回の話はどうだった？絆愛さんはともかく、他の人たちはスタッフや共演者と揉めていて、特にディープウェブアンダーグラウンドさんは大変だったと思うし、スカイピースチームも誰も問題を起こさず、仲良しチームのままでいてほしかったわね。これこれさんだけはプーさんと仲直りできたけど、これはレアケースかなって思ったわ。どうしても仲直りするためには、どちらかが歩み寄る必要があるからな。危ない人からは離れた方がいいが、どうしても仲直りしたい場合は、自分から謝りに行くのも一つの手だろう。というわけで、今回の解説はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。